こんにちは、まい先生です。ピアノの曲を練習して仕上げていくとき、短いフレーズに分けて練習したり、何小節かごとに区切って練習を進めたりしますよね。もちろんこれが効率的でとても良い練習です。ですが、その区切ったばかりに通して弾くときに、どうしてもその連結部分がうまくいかなかったりすることはありませんか？せっかく良い練習なので、それを活かして部分の練習が終わったらスムーズにつなげて弾けるための方法をお知らせします。これ、何小節かに区切ったりフレーズで分けたりしたとき、短いフレーズを弾くとき、例えば4小節を区切って弾くとき、5小節目の頭の音、その音の準備までして終わる、こういう練習をしてみてください。次のところの頭まで弾いてしまう方法もとても良い練習ですが、もっと良い練習は、その頭の音の準備まで確実に済ませて止まるという練習なんですよね。確実に止めることで、次の始まりをコントロールして出すことができます。余裕ができるということです。注意するのは、ちょっとでもずれていたらそれはうまくいかなかったというふうに分けておいて、 100% 次の鍵盤に指がきちんと乗っていること、これを確かめてくださいね。ちょっとでも鍵盤と鍵盤の隙間に指が行ってしまったとき、きちんと修正して覚えていきましょう。それからもう一つ、連結部分の指使いをしっかりと覚えます。指使いを覚えてなければ弾けないような気がしますよね。ですが、よく行き当たりばったりの指を使ってしまって、実際何の指で弾いていたのか記憶にない場合もあるんですよね。このフレーズの終わりはこの指使い、次の始まりはこの指使い、その指の動かし方までスローモーションできちんと覚えていくことも大切です。細かく区切って練習をしている間に、連結の部分まで完璧に終わらせておく、これが部分練習が終わった後にスムーズに通して弾けるようになるためのコツです。なんとなくではなく、この完璧にというところをしっかりと心に留めておいて、次の頭の音のところに指をしっかりと準備をする、そして止める、指使いも確実に確認をして、どう動いたか、どう運んだかをゆっくり、そのプロセスを覚えておく、その指の持っていき方までしっかりと覚えておくこと、次の音が合っていれば OK、 こうしてしまうと一か八か、こんな感じが残ってしまいますから、部分練習の時に連結部分までしっかり 100% にしておけば、それぞれの練習が終わった時点で通して弾けるも同然です。部分で弾いておいても、通して弾いた時にスムーズに弾けるための方法は、連結部分を 100% にしておくこと、この練習を初めからしてみてくださいね。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。